みんな不安そうだね。戸惑うのも無理はないよ。夜空が赤くなったと思えば、今度はいつも通りの朝が来たんだから。確実に異変が起きているにもかかわらず、表立った変化といえば赤い夜空と奇妙な音だけ。心の置きどころにも困るはずだよ。私もなんだかそわそわしちゃうな。ネビアちゃんからあんなことを聞いたばっかりだし。警告ってどういうことなのかな。その内容を調べるのはフィオに任せよう。その間に私たちは私たちにできることをするまでだよ。警告、きっとあの時の感覚と無関係じゃないよね。タイミングが合いすぎてる。それにあの感覚、私は知ってる気がする。すごくよく似た感覚を。でも、ああ大丈夫だよ。ちょっとぼーっとしちゃっただけ。おにぎり？お腹は空いてないけど。あ、もしかしてそんな顔してたの？どんな顔してたんだろう。私、まだみんなには言わないようにしよう。私の勘違いかもしれないし。お疲れ様です。すみません、急にお呼び立てしてしまって。大丈夫ですよ。困った時はお互い様様ですから。依頼の内容は赤い夜空に関する情報収集や調査の協力ですよね。はい、何しろ国の非常事態でもありますから。王宮からの正式な要請を受けて全ギルドに緊急の協力依頼をさせていただきました。ペコリーヌさんもナイトメアの先頭に立って原因究明や国民の不安解消に尽力されています。皆さんもどうかお力を貸してください。カリンさん、今ってどんな情報が集まってるのか教えてもらえますか。どこにだって調べに行きますから。助かります。現時点での情報はこちらの資料にまとめてあります。どうぞ。ありがとうございます。確認します。とにかく少しでも情報が欲しい状況ですので、内容は多岐にというか雑多になってしまっていると思います。読みにくいかもしれませんがご容赦くださいね。魔物が興奮した様子で暴れていたので追い返した。混乱に乗じて現れた強盗が捕まった。寝つきが悪くなって寝不足になった。別に空が赤くても目をつぶってれば気にならない。え、こういう情報も入ってるの？確かに雑多だ。あれ、ゆいちゃん、どうしたの？気になる情報があった？うん、見て、ここに書いてある赤い霧の目撃情報。今日の明け方直前、村からほど近い森の中に赤い霧が立ち込めていたか。まだ夜の間なら霧も赤く見えそうなものだけど。他に魔物の鳴き声も聞こえたって書いてあるよ。
霧で周りが見えなくなって困ってたのかな。赤い霧、それに鳴き声。その様子だと何か心当たりがありそうだね。確証は持てないんだけど、もしかしたらこの霧精霊かもしれない。エルフの里の文献で読んだんだ、こういう姿の精霊がいるって。赤い霧の精霊、この世界を守ってるって言われてる守護精霊だよ。守護精霊、じゃあいい精霊なんだね。守ってくれるんだもん。そうだと思うよ。誰も見たことはないみたいだけど。そっか、あれ、誰も見たことがないのに赤い霧、おかしいよね。だから私も印象に残ってたの。それは置いておくとして、資料に書いてある赤い霧がもしもユイの言っている精霊だとすれば、警告について分かることがあるかもしれない。世界からの警告と世界を守る精霊だもんね。きっと何か関係があるよ。うん、ふーん、世界を守る精霊ね。仰々しい肩書きの割には聞いたことないわね。もちろん幻影湖の霧とも無関係だし。ネビアでも知らないんだね。これは相当隠された存在と考えるべきなのか。ま、言い伝えなんて大げさなもんでしょ。退屈な事実より漏れだけ持った方が楽しいに決まってるし。でもこれがもしマジの話だったら厄介よ。セブンクラウンズが残した世界レベルの不具合とかって可能性もあるし。とにかくその精霊に会ってみないとね。そうじゃないと何が何だかわからないもん。そうだね、行動あるのみだ。すぐに出発しよう。はいはい、行ってらっしゃい。忘れ物とかしないようにね。私までいなくなったら誰がここの留守番をするのよ。ペコリーノは城に缶詰だし、キャルとコッコラはちょうど裏世界に行ってるところだし。それにまあいくら自由になったとはいえ、あんまりランドセルから離れるのもね。何かあった時めんどくさそうっていうか。とりあえずこのことはフィオにも伝えておくわ。みんなが帰ってくる場所は私が守ってあげるから頑張ってきなさいよ。よろしく。そういえばフィオから何か連絡はあった？連絡っていうかほとんど愚痴よ。赤い空のせいで仕事が一気に増えたみたい。ほんと党の責任者代行も大変よね。権限大して増えてないのに。ああ、確かに見たよ。ありゃ空が赤かったからじゃねえ、霧そのものが赤かったんだ。ほら、普通の霧ってのはこうもやっと広がるだろ。でもあの霧はそうじゃねえんだ。こうな、木の間をスルスルスルっと動いてるように見えたんだよ。まるででっかい蛇かなんかみてえによ。そんなに動いてたんですか。資料にそこまで書いてあったかな。最初に話を聞いたギルドの報告漏れだろうね。実際に来てみて正解だった。その霧って今でも森で見られるんですか。それがな、あの日に見た霧なんだよ。ギャオーって鳴き声がしたと思ったら霧もパッと消えちまって。なるほど。
ちなみに森はどのあたりにあるんですか？ああ、そこの道をランドソルとは逆方向に行ってな。その後、あれ、気のせいかな。あっちにある丘から何か赤いものが見えるような。あ、よく見えねえな。あの丘はさっき言ってた森には近い場所だが。噂をすればかもしれないね。行ってみよう。まずは様子を見よう。あの霧が本当に精霊なら動きがあるはずだもんね。もしも動きがあれば。あったみたいだね。なんだ、霧の中から視線を感じるような。まるで観察されてるみたい。なんだか嫌な感じ。赤い霧の精霊っていい精霊なんだよね。レイちゃん、ヒヨリちゃん、大丈夫。なんとかガードは間に合ったから。しかしどういうことだ。世界を守るはずの精霊が攻撃を仕掛けてくるなんて。迷っている暇はなさそうだな。今はここを切り抜けることが先決だ。君、強化を頼む。ありがとう、騎士君。よーし、にゃ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 。こちらの視界を奪ってから攻撃するつもりか。レイジャー、大丈夫、しのいだ。霧に紛れて攻撃してくる。やっぱりそう来るよね。あの声、今度はヒヨリちゃんが攻撃されたの？どうして二人ばっかり。ちょっとやりづらいね。パンチ、スコッ、キック、ミスって感じだし。しかし、あのキリちゃんも真面目だかなんだかわかんないよね。狙う相手を徹底的に排除排除排除ってするのは100歩譲っていいんだけどさ、その相手のことをちゃんと見てないっていうか、狙わなくちゃいけないのは私たちの方でしょって話じゃないねえ。あの霧はまだ幼い。ターゲットに近い対象がいれば誤認するのも仕方がない。それに複数回の返り討ちを経て今は警戒心が高くなっている。些細な可能性でも全て排除したいのだろう。ああ、そっか。じゃあ何から何まで私たちのせいってこと？これは申し訳が立たないな。加勢するぞ。はいはい、そろそろかなって思ってたよ。私の考えが分かっていたような返事だな。出会ったばかりだろう。こっちではってだけでしょ。細かいことは気にしない気にしない。
丈夫？一体どうなっているんだ。霧が。今の風は。見た価値なさそうだね。オッケーオッケー。これはあなたたちが。だとすれば。ありがとうございました。いいのいいの。だってほら、困った時はお互い様様でしょ。ここは引き受けた。皆は下がっていなさい。でも大丈夫大丈夫。多分もうなんとなく分かっちゃってると思うけど、私たち強いから。さてさて、パパッとやっちゃいますか。よし、お姉さんたち張り切っちゃうぞ。